仏教伝道協会プレゼンツ笑い飯のサタデーナイト仏のこの番組は仏教伝道協会の提供でお送りします。 こんばんは、笑い飯の哲夫です。仏教のことを皆さんにもっと身近に感じてもらおうという番組、サタデーナイト仏教です。今月のゲストは、伊藤聖光さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、えー、今週最終週ということでございまして、リスナーさんから届いた質問やお悩みに毎回答えてるんですけれども、なるほどちょっと伊藤聖光さんも一緒にお考えいただいていいですかお願、はいしいます、えー。まずはこちら、えー、ラジオネーム、滋賀県米原市の 松田ラジオさん。51歳男性の方でございます。ありがとうございます。テトさんこんばんは、こんばんは。毎週楽しく拝聴しています。ありがとうございます。私の職場の上司はものすごく気分屋で機嫌が悪いと当たり構わず怒ります。ものすごく嫌な空気が職場に流れます。私以外の社員も嫌っています。嫌われるのはしょうがない人格だと思います。最近は顔を見るのも嫌ですし、また機嫌が悪いんじゃないか。 こっちにとばっちりが飛んでくるんじゃないかと考えなんかやみそうです年が年だけに仕事を辞めるに辞められないしもうほんまに嫌です何かいいアドバイスがあればいただきたいですよろしくお願いします <laughs> っていう本当になんか厳しいですよこんなの本当に <laughs> ちょっとねだけどね、はい、今は時代が変わってるからえー、えー、こういうハラスメントする人の方がすぐ辞めさせられる社会なんだけどねそうですよね残ってんのが不思議 ちょっと古い体質のね会社なんじゃないですかね絶対にみんながいやいやいやこんなに嫌なんだからね市外の社員も嫌っていますよって言い切ってますからね仕事がねにならないくなってきますからそうですねでもでもまあもしまあこのこれが現状だとしたらっていうことですもんねそうですねその中でどう働いたらいいかというようなことだと思ならないですの 次に生まれ変わる時にこの人は確実にあのいやまあ便所コオロギ的なものになられるわけじゃないですか。あ便所コオロギが何かまた言ってんなっていう先に思ったよと思って言えば言うほど下がっていくわけですからやっぱりそうするともうコオロギでさえないよっていうもう何だかよく分かんない。 りみたいいなものに生まれ変わっていくでしょそうそうですよねそれをみんなで当てていくっていう<ー>今日はここまでやったねどう生まれ変わるかを生まれ変わりの対象何かっていうのを会社のみんなで話しうな、うん、あ,<ー>あの一言言っちゃったらもうあれは水すましだなとか<ー>そういうことが、えーえー、もう そうこういう時はもうユーモアしかないですからね。いや本当そうですねそれすごくいいんじゃないですか、うん、ああ上司今日はだいぶ怒っとったなあもうこんだけ怒っとったらもう次はあのー、まあ青虫かなぐらいなんとかね。なん 猿の爪かなうあ,りますあ,まあそれいいいです一塊じゃないもん,んこんなやつはは確かにそそうですね、うん、生まれ変わりこのところはやっぱ僕は科学的には生まれ変わりは信じませんけども、えー、やっぱでも。 きっと仏教的には世界観としてそれはあるんじゃないですか。はい、どう考えてもこの人がまあの仏説、うん、に生まれ変わるとかなないですから。そうです、ね。人間なんて絶対ないから。ないでしょうね。そうまあ周りのね働きにくくしてるということですからね。しょうがないですね。うん、この油かすは。<laughs> <laughs> でもほんま最初におっしゃった通りね今の時代やったらそうなのよ手立てはしなのそうなの全然あるよっていうかなると思うよ僕はなるすごく下の部下の女性とかをすごくねハラスメント多分してるはずだからそれはすぐ会社に言えばもう今すっと首が飛びますからねそうですはいすっきりすると思いますすっきりしますよね伊藤聖子さんの中でなんかそ上司と言われるような先輩と言われるような方でもなんか苦手やった方とかっていや僕は苦手な人からは スーっともう僕ものすごい逃げ足早いんですよ。でででそもそもほら同じ分野にいないでしょ。これ楽なんですよね。ああそっか確かに。出版に行ってテレビの方に行ってみたり音楽の方に行ってみたりスススス動いてるともう嫌な人に会わずに済むじゃん。 なるほど、うん、あでもそれはでもあるかもわからないですね僕もだからそうなんですよまあ、漫才師という本業があって、うん、でまあ、他のお笑いもやって、うん、でこれ仏教からもやって、うん、花火も好きでとかってで実家農業もやらなから農家っ,って、うん、いろいろやると、うん、なんかね嫌な人を嫌だと思わなくなってきたんですよしか,しかも嫌と言ってる暇もないしそうなんですよで嫌だと思ってたことが意外に違うジャンルで使えたりとか、ええあ するじゃないそうですねだから別に何にも気にしないよねそうなんですよそれはだから一つのところに固まっているっていうことその執着がそのんかその固まりが自分を固くさせてるから心それはありますよね確実にだからこの松田ラジオさんも仕事というものにあんまり執着しすぎてるのかも分かんないですよね趣味を持っちゃったらいいんじゃないのねその趣味の方にも自分の比重を置いちゃうもう51だからあほんまですやもうすぐ定年じゃない <laughs> 年もしたらか今は今65ですねでもまあ、ね、51だったらも,もう全然違う,もう価値観自体も変えていった方がいいと思いますよ、はいええ、ほんまですねやっぱりカブトムシをいろいろ孵化させたりとかはい、はい、そういうふうにさせてるうちにその。ええ あああいつカブトムシイカだなということが分かってくるでしょいやほんまですね、うん、いろんなもの孵化させるような趣味を持って孵化させる趣味を持ってガーのなんかさなぎのいい、ね、もうガーが置いていった方のケースみたいなが、うんうん、あいつ生まれ変わりやねとかあいつだこれあいつあいつだ未来のあいつだなとか手が分かってくるから、ええええ、あほんまですねでそれを愛おしむ心さえ生まれてくかもし いやー、いいですね。いいね。はい、これは答え出ました。松原出ましたラさん。はい。はいえー、今後、えー、不可の趣味を持ってください。<laughs> <laughs> ありがとうございます。ということで、松原ラジオさんメッセージありがとうございました。番組のステッカーシートとアクリルキーホルダーをプレゼントいたします。 さあ、えー、続きまして、もう一つご紹介します。ラジオネーム、愛知県の菊を作っている鈴木さんという41歳女性の方です。うん、ありがとうございます、えー。初めてお便りします。手夫さんのおかげで仏教に出会いました。いえいえ,いいええー。言葉を知るたびに重たかった荷物をドサドサと下ろせるようになって、今が人生で一番明るく元気に過ごせています。ありがとうございます。うん、い,いえい,いええー。しかし、それでもどうにもならないものがあります。差別です。 言ってる方もいずれなくなるとかその言葉は受け取らないとか自分が正義と思わないとかいろいろな言葉を思い出してみたのですがどうやっても悲しい気持ちが消えません。どうすすれば差別的な発言ををるる人を受け止めることができますかっていうことなんですが、うん、ねそは…はい だ僕だってもうね、ええ、その SNS みたいなものの中でね、はい、その差別的な発言とかをもう毎日のように12<ー>個は見て本当にやっぱり悲しい気持ちにもなるし、ええ、腹も腹も立つし、はい、と思っていますよ、ええで。だから受け止めることが僕もできないんですけどでもそのことが重要だという場合があって。 受け止められない人はあなたの他にもたくさんいますよっていうことが今は鈴木さん目の前にはいないかもしれない、はいはい、でも鈴木さんが嫌、うん、だなこの差別こんなに人を差別する人は、はい ぜあの良くないなと思っているときに、もし同じことがあったら、思ってる人がこんなにいますよってことを知ってほしい。そうか。う思い浮かべてほしいこれこれ鉄雄さんだったらとか、これ伊藤さんだったら、絶対嫌だよなって、絶対悲しいよな、絶対怒るよなって、同じだよなって同じ風に嫌なんだよなって思ってほしい。そうか。それが浮かべば随分違う。 自分と同じようにこう感情を抱いてる人がいっぱいいるんだっていうことが分かるあるいはそれを信じる、はい、っていうことの方でしか抜け道が必ずいますから<ー>そういう人は。まあそうですよね、うん SNS のねそういうも心ないことを書くとかって言いますもんね。でもやっぱりそこのとこにもちろん実際に噛みついてる人とかもいたりして「おうやるな」ってね大体悪いことの方が自分の心には印象が残っちゃうからそういう情報って。なんでしょうねあれね不思議だよね。 自分たちの悪口とかも書いてあったりしてさ、はいえー、褒めてる人もいっぱいいるのに、やっぱり悪口一個あるだけで、一、はい、日嫌だもんね。あ、そうなん、ねえー。あれと同じなんですよね、えー、こう原理は。だから、えっと、嫌だなと思ってる、その差別が嫌だなと思ってる人は。はいえー、言ってる人たちの十倍いるって、思ったらいいんじゃないですか。うん、ますね、なんか、そういう共同体があるんだっていうう、ねうんそ。そう、そういうネットワークがあるんだって。えーえー、それをし、だから、それは、だから。 うん、仏と言ってもいいのかもしれないですよ。あ温<あ>度<れ>ですね、うん。どこかに,、うん、い,にいないようでいるい,いるっていうのがね。ので、ね、そうそうですね。それがまさに仏の存在ですよねそ。仏の言い方だよね。<ー>でそれは実際の実際一人一人のこうやって、はい、実際の人間であるっていうことを信じてほしい。ええ、いだから受け止める必要は全然ないっす。ますよね。うん それはそもそもやっぱり、こうね、受け取らない、このお釈迦さんの、あの説法のね。<laughs> はい、あの、誹謗中傷は、僕受け取りませんので、お持ち帰りくださいの、うんうん。そういうやつです。<laughs> やつですもん、ね。そういうやつです。まさに。はい。なんか、あのー、この、えー、仏教の、その、うんえー、基本精神、三大精神みたいなんで。うん、あのー、京都の、千、うん、えー、音院さんに行った時に、うん、その三門、大きな門あるじゃないですか。三つ通るとこがあって。うん、で、その一個一個通るところに、仏教の、なんか概念が。 一個は空門という空だというような全てに実体がないという一個が無願門っていって願うことはもうないんだっていう一個が無双門っていう比べてはいけないんだっていうのがあるっていうふうに聞いて仏教の基本精神で比べないというここがんかすごい差別をしない。比べるってね差別そういうことですもんね。 君をち、気持ちになっちゃうってことだからね。はい、それはなんかね、ないっていうのがやっぱ美しい考えだなって思うんです。で、こう、やっぱ、こう、キャノンとかね、あの、カルピスとか、結構、こう、仏教由来の企業名みたいなあるじゃないですか。で、そのムヒっていう塗り薬、あれもそうなの。比べないってこと。比べないっていうのが、でも、それがね。ムヒで仏教かなと思ったら、真逆で、その開発された時に、他の会社。 たらこんなもん要先やろってうちは比べもん何ぐらいすごい薬開発したか比べものがないのない方なんですよなるほど上の方なんだそうなんですよどっちかって言っ突っ張ってるそれでスースーしてたのかそれでスースーしてたの聞くけどね皆さん聞きますけどねだからそうなんです仏教精神の企業名かなと思いきや煩悩だらけの企業名だったっていう人間だね人間だはい。 そうなんです,よそうですねだからもう、まあ、いろんな人同じようなことを感じ取ってる人がいるというようなそういるっていうことを信じて人間を信じてください、うん、はい、そうですね、ありがとうございますまあねあのまあ誹謗中傷のああいうなんで僕も SNS やってないんですけどうん、うん、なんかねこう なんか番組でちょっとこうなんかコメント求められたりとかででまあなんかここはちょっとあんまりお笑い入れられへんかなとかなんかこれはちょっとあのなんか笑かしたほうがいいかなとかってでそういう采配がなんかあどうやろう自分今うまいこといったんかな行かんかったんかなとかって思ったら、うん、もうきっちりとこう苦情を入れてくれる人がいるんですよね。<laughs> <laughs> もうもた通り入れてくれるねんなっていう,ああうすごいね、えー、ものすごく見てんだよね。ねそうですよね。ものすごく見てんだよね。 そうなんですよ。だから僕もそうなんです。そういう風にも感じるようになれたんですよ。熱中見てくれてるやん。めっちゃ細かく見てるで逆にだかこっちがお礼言わなかった。そうだね、そうだ。そんな今日も見てくれてすいません。もそうなんですよ。考え方は変わらないんですけど、すいませんね。また明日も見てくださいねっていう。ええ何かあったらまたどうせ見てくださるんでしょうから。まだ何か。いいやつくださいね。いい苦情くださいねって。もうそうなりました そうだ,だって苦情が来なくなったら心配になると思うよ。えー、倒れたんじゃないかなと。はい、思わず来てるっていうことは、黒崎元気ってことだから。あ<ー>、よかったよかった。そうですね。よかったです。ね、元気に S. N. S. をやってくださってるって,って,るってことだから <laughs> ありがとうございます。さあ、鈴木さん、こういう考え方もいかがでしょうか。うん、ということで、えー、愛知県のキックを作っている鈴木さん、メッセージどうもありがとうございました。番組ステッカーシートとアクリルキーホルダーをプレゼントいたします。 さあということで、えー、今回最終週ということでああ、えー、伊藤聖子さん、えー、5月1か月間どうもお世話になりましたありがとうございましたはい本当に僕もこんだけ伊藤聖子さんとじっくりお話させてもらった初めてそうなの僕も哲夫君と喋ってなかったからいや本当に 伊藤聖子さんの親しくされてる方とは何度かお話しさせてもらてもらっ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 てもらさんとインドに見物の旅行ってってもら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 っともらっんもらって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 がらってもらってもらってもってってもらってもらってもってもってもらもらってもってってっ なんだろうなあああ分かった分かったそうだそうだ思い出した三浦さんに謝ってますものねえっと安い券を買っていかなきゃならない出版社もお金がないだからめちゃめちゃ暑い時期に行ったんですよああなるほどなるほど気温が50何度みたいなそれに大したクーラーもついてないようなタクシーに乗ってもう7時間8時間ずっとガタガタ道を行ってたんですよ

でそしたらもういろんなことを考え始めて僕が、ええええ、あああの時三浦さんにあんなことを言っちゃったけど三浦さんはどう捉えただろうなってもし悪く捉えてたらごめんねみたいな、ええええ、急に開墾のモードに入っちゃってあらそうなんですかもう,そもう涙を流さんばかりに三浦さんに謝ったりして、えええーそれガタガタ道がそうさせそうさせたんだねなんかへ、えーだ,だからあの下手したら命の危機を感じてたのかもしれないあーなるほど、うん、そう だって開けたらもう、はい、モワモワだしエンジン壊れたらもうおしまいだし、はい、よくわかんない人たちがいっぱいわーっている中とずーっと行ってるからそ,かそ,れかそれかもそれかもでもそういうこの非日常的な時にこうなんか本音がこう出てたのかもしれず、ええ、でそれがあってますます仲が良くなるっていううわすごー とんでもなうだから究極のそのつり橋効果って言うんですかね。そう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 不安になっちゃって自分で「あん時ごめんね」って多分そのこと言ってるんだと思うよ。うわそうですか。それを言ったらねもうずっと三浦さんもね僕もまあ三浦さんが特になんだけど下痢をして。 みんなながすするととよくくインドに行くと言うじゃないですかねだから口を絶対にシャワーを浴びてる時に口を閉じてやっててたのに最後にあの航空会社の人がサービスで出してくれたピーナッツを食べたら2人とも機内でボーンっていう話してました うえ当てはらんなかったですねインドの話で僕もインド行った時に絶対水はもう飲むなって言われてペットボトルだけで何とか行けましたって言ったんですけどそのピーナッツ事件はピーナッもう本当に注意してたんだけどこんなところで最後の最後に来るかっていうもうだから国としてはインドはもう出ちゃってる飛行機飛んじゃってるからそこでバーンとき放ったね解放が行われました。 の。そうなんですかええ。じゃあちょっとその誤ってはったっていうのはそういう話だわどっか本の中に入ってますえ読んでみてくださいあわかりましたありがとうございます今後もよろしくお願いします今後も一つよろしくお願いしますありがとうございましたということで5月1ヶ月は伊藤聖光さんをお迎えいたしましたどうもありがとうございました さててこの番組ではメッセージを募集していますお悩みはもちろん喜怒哀楽どれかにまつわるエピソード日々の生きにくさを感じたら軽い気持ちで送ってみてください「ハッシュタグサタデーナイト仏教」もしくは番組ブログからお願いしますというわけで月日は白帯の価格あっという間に時が過ぎ去ってしまいました来週もこの時間に仏教をしたいと思いますここまででののお相手は笑い飯のテトーでしたアシャー仏教伝道協会プレゼンツ 笑い飯施設のサタデーナイト仏教この番組は仏教伝道協会の提供でお送りしました